皆様こんにちは、数学ラブです。速さの計算を数学するの SPI 編で、今回は初級編の問題2番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題1番です。あるスピードスケート男子選手は500メートルを33秒61で滑る。これは時速何キロメートルですか？答えは時速 53.6 キロメートルです。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。時速何キロメートルですかと聞かれていますので、これは速さを求めないといけないということになりますから、速さは距離を時間で割ってあげればよかったですね。ですので 500m を33秒61で割ってあげればいいということになりますが、求めるものがですね、時速何キロメートルかということで単位が違っていますよね。ですのでこの 33.61 分の500というのは秒速、1秒あたりに進む距離を表しているということになります。これを時速に直してあげないといけないですので、1分は60秒ですから、まず分速に直すと60倍すればいい。そして1時間は60分ですので、時速に直すとさらに60倍すればいいということになります。そして500メートルって出ていますが、何キロメートルですかと聞かれていますので、メートルをキロメートルに直してあげると1000で割ってあげればいいということになりますので、約分して計算をすると答えは 53.55、 四捨五入しますので時速 53.6km となります。問題2番です。あるスピードスケート女子選手は 500m を36秒36で滑る。これは時速何キロメートルですか？答えは時速 49.5km です。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。これも速さを求める問題ですので、距離 500m を時間36秒36で割ってあげればいいですね。ですが求めるのは時速何 km ですかと聞かれていますので、単位をね、秒を時間に直してメートルをキロメートルに直してあげないといけないということになります。ですので問1と同じように 60×60 をしてあげて1000で割ってあげればいいということになりますので、さらに約分して計算すると 49.50、 四捨五入すると答えは時速 49.5km となります。では速さの問題のまとめです。速さの公式はじきを頭に入れて解くことができましたか？時間、分、秒の単位変換はできましたか？キロメートル、メートル、センチメートル、ミリメートルの単位変換はできましたか？速さの計算はこれらを頭に入れて解いていただければバッチリ解けますので、ぜひ頭に入れてくださいね。いかがでしたか？
今回は SPI 編速さの計算の初級問題2番を実際に解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。